ございます。ピエトラです。今日は、ダールベルグデージーのその後についてお話ししたいと思います。はい、今映ってるのが、ダールベルグデージーの現在でございます。確か4月の5日ぐらいだったかなに種まきをして、5月にの頭に鉢上げをしました。はい、それが今このぐらいになっておりますと言いたいところなんですが、はい、あの時12個、植え替えたんです、鉢上げしたんですけれども、ご覧の通りです。だいぶ大失敗してしまいました。っていうのはですね、あの鉢上げをした日が雨だったので、全然気がつかなかったんですけれども、鉢上げをした後に今までと同じ窓際の日の当たる窓際のところに戻したんですね。でその日は雨だったので全く気づかなかったんですけれども、翌日晴れて夕方見てみたらしなーってなってて、しまったーって思いまして、でそれからすぐに日陰に移動させたんですけれども、生き残ったのはこの3つだけでした。はい、あの根っこをね一回裸の状態にして植え替えていたので、やっぱり日陰でしばらく養生させなきゃいけなかったですよね。はい、それをあの日向に持ってったのでこういう状態になってしまいました。で、こういう状態になってしまったので、その後2つポットが余っていましたので、次の週に1つのポットを使って、こちら立ち上げしました。で、もう1つは比較対象のために取ってあります。ちょっとピントが合いづらいんですけれども、これとかそれから先ほどのこれとかこれ、つぼみがついてきました。はい、なので今日はこれを、普通のポットに、黒ポットに移し替えていきたいと思います。はい、こちら小さめの7号の方のポットですね。これにこの培養土を入れました。はい、あとはですね、これ下からペコって押すと抜けるので、これを静かに持って、あ、こんなにね張ってます。よいしょ、いい感じで、これをポットに入れて、あとは土入れるだけですね。はい、かなり根っこが張っていて、みんなポコッポコって抜けました。こんなんです。ねえ、すごいの。楽しくなりますね。はい、はい、植え替えてみました。で、インターネット情報では70日で花が咲くっては言ってたんですけれども、あと10日じゃ咲かないでしょうね。でもまあ、はい、花が咲くまで皆様にお伝えしたいと思っていますので、はい、また咲きましたらご報告させていただきます。こちらは比較対象ですね。はい、はい、では失礼いたします。